神様は不公平だ。幸せな人とそうじゃない人。当然私はそうじゃない人で。お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか？え？半年お世話になってもいいですか？おはよう。突然現れた謎の青年との同居生活。ヘクソカズラ。名前なんかあるの？雑草という草はない。草には全て名前があります。ほら早く。名前しか知らない彼との出会いが私の世界を変えていく。彼氏じゃないんだよね。草壁くん、ハンカチ使ってくれてる？だって私樹のこと好きだもん。引き金引いといて忘れるとか都合いいこと言うなよ。私はずっと引き金2回目。え、待って。待たない。さやか誕生日おめでとう。覚えててくれたの？受付？草壁さんなら辞めましたよ。私何も知らないんです。何ももう一度会いたい、それだけなんです。植物図鑑運命の恋拾いました。この運命信じてもいいですか？